はい、こんばんは、島津でございます。皆さん、ヘルダイバー2ね、本日もやっていくんですけど、今回ですね、ある情報が入ってきたんで、そちらをね、ちょっと確認していきたいと思います。何かというと、こちらですね、状況報告。オートマトンが新たな大型兵器、ファクトリーストライダーを投入してきた。前回目撃した時は、非常に数が限られていた上、プロトタイプのようだった。この忌々しき巨大ロボットは、歩くオートマトン製造所だ。重武装かつ重装甲なため、火力を集中させ迅速な攻撃を仕掛けろ。そうなんです。ついに前回出会えなかったオートマトン軍の、新しい敵、ファクトリーストライダーが実戦投入されたみたいなんですよ。前回会えなかった理由としては、プロトタイプだったから数が少なくて、遭遇率がね、かなりレアな状態になってたっていうのが理由だったみたいです。なので、ファクトリーストライダーの実力、どんな感じなのか見ていきましょう。現時点で気になってるのは、歩くオートマトン製造所。ここがね、非常に気になってます。あ、見て。ミッションで、オートマトンファクトリーストライダーを排除するが追加されてる。これなら100%出会いますね。じゃあ、ここに行こうか。なんで？拒否せんで。オッケーオッケー。ちゃんと、ミッションとして登場するからありがたいね。あ、あったあったあった。作戦は順調に進んでいる。奴を破壊するには相当な火力が必要なんで、クエーサーキャノンは絶対持っていくとして、あとは、無反動砲ですかね。無反動友軍砲。デストあ、ロイヤありがてえ。ー全体に参加。あと、レーザー、レーザオービタルスラスターを起動。ー。さあ、降りてきました。3人来てくれれば、まあ、クリアはできるよね。こっから見えるか？どれだけでかいんですか？でかかった！いた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 ！ていうか、もう気づいてるし、向こう。いました、皆さん、あそこに。待ってね。倍率上げて。はい、あれが皆さん、ファクトリーストライダーです。でかいね。あ、使えてんじゃない？でかくて。いや、そういうわけではない。方向転換しっかりしてきたわ。いやー、この距離でも大きさが伝わりますね。待って待って。これ足狙った方がいいでしょ。OK。外した？外したかも。いっていって。メインのキャノンとね、ガトリングを装備してる。おお、怖い。あ、レーザーでいったね。レーザーでいけるか、果たして。レーザー1個分で。いやー、なんか効いてる素振りがないよ。あ、見て見て、下からプリって言うんだ。下からプリって言うんだよ。歩く。オッケーオッケー。ダメだ、ダメだ、全然効いてない。レーザーでやれる素振りがないね。歩く製造機の意味が、はっきり分かりましたね。プリって言うんだよ、プリッと。足やれねえかな。全然効いてないね。あれ、これまずいぞ。移動速度も速いぞ、わりかし。危ない危ない危ない。メインキャノンに関しては近くに寄れば大丈夫そう。そうっぽいね。あ、でも煙出してる、煙出してる。いやー、俺だ？いや、俺、あ、ナイスナイスナイス。500キロ爆弾だ。500キロ爆弾を落として、駆逐できたんかな、これは。多分ね。ファクトリーストライダー、耐久力はとんでもないです。レーザーのみじゃね、やりきれないっていうことはなんとなく分かりましたね。じゃあ次は無反動ライフルに切り替えて、これでファクトリーストライダー攻撃してみます。あ、で、見て、車両が来た。この車両新しいね。見て見て見て。他のはさ、もう錆びついてて、廃材同然だったけど、まだ壊れたての車両が来ましたよ。つまり、これは、そろそろね、ヘルダイバーの方にも車両が来るって告知でしょうね。なんだこれ？なんか出てきた。あ、対空砲じゃない？これ。対空砲だよね。対空ミサイルか。え、つまり、効果点を落としてくれる。じゃない？自動で。ほら。
地対空ランチャーだって。つまり、地上にも有効なミサイルか。おお、すげえ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 。あ、迎撃してくれる、これで。うん。空から来る敵を。オートですかね。あの、命令が出せないから、ここで支援で。命令が出せないから、オートで落としてくれるみたい。わー、ありがてえ。こんなのも増えたんだ。前なかったよね。こういった細かい情報ってアップデートじゃ公開されないから、現場に行った時に、初めて見つけると、すごいテンション上がるんですよね。これでしばらく安心だね。弾が尽きるまで。で、ファクトリーは？ファクトリーおる？砲撃範囲？あれ、ミサイル？あ、ミサイルだ。え、やばいやばい、みんな。通常の砲撃だけじゃなくて、ミサイルを撃ってくる。うん、ミサイルを撃ってくる。ミサイルか？違う、迫撃砲を撃ってくる施設が確認できました。いや、怖い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 。あそこか。ちょっと待って。ロケット砲、こっからお見舞いしようか。よいしょ。いや、まず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 。いや、すげえいんな。これ、本領発揮した、これさ、オートマトン軍が本領発揮してきたってことだよね。前回の殲滅作戦の後、また進行してきたけど、うん。本格的に進行してきたって話だったんだよね。だから数がめっちゃ増えてる気がする。あ、ファクトリー見えた。見て。ファクトリーの砲塔を見つけた。じゃあ俺はもう攻撃仕掛けていこうか。一発目。さあ一発目。まあこれ全弾撃っても多分切った。倒しきれないよね。2発目。すげえすげえ。よいしょ。3発目。3発目。よいしょ。危ない危ない危ない。はい、4発目4発目。よいしょ。あ、レーザーも支援してくれてんね。見えね。4発目。ちょっとビクってなってるけどね。まだまだ現役ですね。うん、ビクッとはなってるけど。5発目。おお、オッケーオッケーオッケー。やっぱね、あの、関節にダメージ入るわ。うん。今、装甲が破れたね。関節の一部。さあ、これで、看板かな。ちょ、見えねえんだよな。ナイスナイスナイス。終わった終わった。うん。みんな、部位ごとにね、しっかりダメージ入りますね。うん。そこは今チラッと見えましたね。はーい、無事にどうにかクリアできました。じゃあ次はね、単体で行って、どんくらいの攻撃で倒せるかっていうのをざっくり見ていきましょうか。難易度はハードです。で、今回は無反動砲をメインで使って何発でね、やれるか、見ていきますけど、もうバレましたね。もうバレたの？なんで？特にあの、動いてなかったんだけど、あ、やば。あと、ここに、呼吸ビーコン置いて。よし、じゃあ、やっていこうか。じゃあ、危な。まずは、一発目、ファイヤー。ねえ、ビクともしてないね。はい、はい、はい。バンバン撃っていきましょう。敵が来るまでまだ時間はかかる。二発目、ファイヤー。砲塔メインで撃っていこうか。砲塔が壊せないかちょっと確認しよう。OK。で、3発目、ファイヤー。おぉ！当たったら即死ですね。うん。4発目。あ、でも火吹いてるわ。砲塔やれそうね。うん。4発目、ファイヤー。あ、砲塔破壊できました、皆さん。集中的に、こういった攻撃力、兵器で狙うと、ね、砲塔の破壊もできました。さっきね、あの、V に、ダメージが入ってるのも確認できましたよね。うん、OK。じゃあ、砲塔破壊していこう。じゃあ、5発目け？ 5 発目、ファイヤー。
ちょっと数え間違えてる可能性あるけど、ご了承ください。5発目ぶち込みました。はい。6発目、ファイヤー。壊れませんね、そう簡単に。6発じゃ壊れません。待って、裏もある、回られたね。OK。ちょっと待ってね。2足はちょっと厄介だから。これ、あ、やばい。これくっつけて。ちょ、あ、ちょ、あ、ふざけんな、お前。全然当たらんじゃねえか。OK。やばいやばい。吹っ飛ぶ、吹っ飛ぶ。おおおお。くっつけよ。あれ、くっつけばね、燃焼が範囲ダメージ、うん、そうだね、走行越しに範囲ダメージが入ってて、食らうんだよね、しっかり。補給。6発目だよね、ファクトリーに打ち込んだの。うん。じゃあ7発目が次で。もう来ない？よし、落ち着いて検証できる。じゃあ7発目、打ってみます。補給。OK。いきまーす。7発目。ファイヤー！うーん、まだまだいかないね。あいつ、つっかえてない？つっかえてる説あるよ。狭い場所にいるから。8発目。ファイヤー。はい、8発目でもまだいかない。ただ、着実にダメージは入ってる。煙が出てます。9発目。ファイヤー。9発目でもいきません。9発目でもいきません。補給。さあ、10発目です。どうなるでしょうか。もう煙で見えませんね。10発目ファイヤー。10発目でもいきません。ちょっと待って、危ない危ない。それじゃあ11発目ファイヤー。いかないね。じゃあ12発目ファイヤー。12発目もダメ。13発目ファイヤー、ダメ。14発目です。14発目、ファイヤー。はい、ダメ。さあ、15発。約15発。もう数が合ってるか、ちょっと、わかんないです。いった！いったいったいった。はい、皆さん。ファクトリーストライダーですね。難易度ハードだと、無反動砲、約15発で、破壊することができます。いやー、硬いですね。無反動砲15発ですからね。いた。次は、機動レーザー撃ってみましょうか。さあ、機動レーザーの1回分でやれますかね。なんかさっき見てる限りだとね、やれんかったよね。ほら、よ。ちょうど真下に落ちたかな。あ、いたね。さあ、うまくいってくれればいいけど。どうですかね。しっかりね、当ててますね。ビービー当ててますね。あー、はい。砲塔は壊れた。砲塔は壊れたけど、そうだね、本体は無事ですね。あ、今なんか撃んだな。プリプリ撃んだな、今。プリプリ撃みましたよ。あ、やれた、やれた、やれた。皆さん、機動レーザー一発分で倒せることが確認できました。さっきやった時はね、機動レーザー当ててたけど、そうだね、照射が終わった後も生き残ってましたよね。あれかもね、ヘルダイバーの数によって、HP がリアルタイムで増減するのかな。今回一人だけだったけど、ここで二人三人入ってきたら、なんか、HP が上がるっていう仕組みになってるのかもしれない。まあ、一人の場合だと、こんくらいで倒せます。圧倒的な耐久力と、あとバランスのいい武器ですかね。遠距離は砲塔、近距離、中距離は、ガトリング。というね、装備を備えてる上に、定期的にプリプリね、オートマトーンをね、生み出す、歩く生産庫でしたね。本当に。攻撃力のね、戦艦からの支援兵器がない場合だと、そうだね、周りのオートマトンを除去してから、差しで戦わないと、ちょっときつい。敵っていうことが分かりましたね。なので、味方とね、力を合わせて、倒すことをお勧めします。
それでは本日はファクトリーストライダーが一般投入されたということで、どんな感じかね、確認、そしてちょっとした検証もね、してきましたけど、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またこんな感じでヘルダイバーの世界で変化とかが起きたりしたらね、ちょっと見に行ったり検証とかしていきたいと思ってるんで、動画もしくは生放送がねあった際はね、ぜひとも見に来てやってください。はい、それでは、島津のヘルダイバー2になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。